多分今回初めてこの会場に来ていただく方もおられようかと思いますので、最初に少しだけですね、私どもの取り組みがどのようにして始まってどういうものかということを前回も話したこともございますが、それも加えまして少し現状をお話しさせていただきたいと思います。で、毎回これを表紙に使っておりますが、ここに写っております写真はすべてですね、農学部の付属施設でございます。北海道演習林もございますし、牧場、それから今古谷研究課長がおっしゃった水産実験場等々ございます。ここら辺 の、 付属施設と、それから弥生キャンパスにございます専攻と申しますが、研究室と串刺しにしてグループを作っております。で、私どもこう農学部の中でどのようなグループを作ってるかということでございますけども、放射能関係、それ以外と分けまして、放射能関係が圧倒的に多いわけでございますが、いくつかのグループに分けて、で、付属施設、それからラボとの先生方が一緒になって福島の震災復興支援の研究をさせていただいております。で、大体ですね、人数としましては 4,50 人ほどおります。で、震災直後からボランタリーベースで始めさせていただいております。で、毎回ですね、4,50 人の中の数人の先生をお呼びしてますので、毎回本日話されない先生方も随分いろんな蓄積が出てきております。それで今も研究課長おっしゃいましたけど、この緑色のどこでしてるかということでございますが、付属施設以外にも、それからこの水色のところの牧場とかの、生態調和機構、農場、いわゆる農場とかですね、それからあと福島県の農業総合センターとか果実試験所がいろいろな市町村とも一緒に研究をさせていただいてきております。で、ポンチガでですね、どういうプロジェクトをしているかということで書き出させていただいたんですけれども、山をしている先生方、それから動物をされている先生方、畑を研究されている方、特に土壌をされている方、それから水田か水、水門学で、本日は話されませんが、川の流れと、それから生態系を調べている先生方、それから家畜のこと、魚のこと、非常に自然が相手でございっていうこともありますし、農学部というのは非常に多様な実験をされている、研究をされている方がおられますので、大体これくらい の、 先生方がグループになって毎日少しずつ研究を進めているところでございます。それでは私どもどういうふうに発表してきたかということで、これは全部ホームページからご覧になれますが、一番最初は2011年の11月からですね、どういうことが私たちが分かってきたか、どういうことが分かったかという現場に足を入れてですね、分かったことを定期的に報告会を開いてまいりました。実は私ども割合ですね、モニタリングでどこの地域がどれくらい何マイクロシーベルトかというの地図がございますけども、の地図はよく目にするんですけども、実際の現場の情報って割合あることあるんですけども、なかなか知りにくいところがあろうかと思います。それからあと食べ物自身もですね、どれくらい汚染されてるか、それからということはありますが、そこに一体物を植えた場合どうなるかとか、そこにいる動物はどうなのかとか、代謝してどうかとかですね、そういうデータが結構あまり発信されてないようにも思われますので、私どもは今までしてきたことをですね、毎回全て発表してまいりました。で、配りました資料とともに動画がですね、ずっと見れますので、もしもご興味がございましたら7回まで、ついこの前は夏に行いましたが、本日が12月でございますが、7回分全て見れます。で、参考にしていただければと思います。それから学部長もおっしゃいましたけど、今年の4月にですね、海外に向けても
発信しようということで、スプリンガーって学術誌では非常に大きな出版社でございますが、2番目に大きいんですけども、そこから海外向けに今まで分かってきたことを全部発表させていただきました。ちなみに私どもの その農学部のアイコンがこれでございます、A から始まるということで、誰でもですね、ただで内容をの福島のことですけども、英語ではございますが、カラーの図等もございますので、ダウンロードできるようになっております。それからあと日本語でついこの前発刊されました、土壌汚染という題で、動物も入ってますが、一応タイトルとしては土壌汚染ということで書かせていただきました。 NHK ブックスから900いくらで売られているところでございます。で、今まで分かってきたことを簡単にちょっとだけ振り返りますと、例えば土壌ではですね、ポツポツポツとこう土壌を取ってきてですね、いろんなところの福島県の土壌を取ってきますと、ポツポツポツと放射能がくっついてます。で、これは縦軸が深さでございますけれども、ほんの表面のところに、横軸は放射能ですが、本当に表面近くに放射能が あると。で、なかなか動かないこととか、作物もですね、地震があった時にこう広がっていた葉っぱは非常に放射能が強くて、ずっとそこの放射能がほとんど動いていかないんですね。こう横軸はこれはカウント数でございますが、古い葉っぱというか、事故当時にあった青々としていた葉っぱ、次の葉っぱだんだん放射能が少なくなるということは、植物体内をほとんど動かない。樹木もそうです。この左側のこれが桃の木の幹でございますけれども、後から地震後に生えてきたものは緑色ですが、そこはあまり放射能はないと。で、どういうことが分かってきたかといいますと、降ってきた放射性物質はスポット上でとにかく表面につくと。で、時間とともにほとんど動かないということは、その私ども汚染っていうのは、放射能汚染と申しますけれども、今までの重金属汚染はだんだん広がっていくってことで、私たち恐怖心があったんですね。もちろん放射能はそこにあるので怖いことは怖いんですけれども、広がっていくことはあまりないと。で、水に溶け出して重金属はこう作物とかいろんなものの食べ物に入り込んで私たちの健康を害すると、広がりを汚染随分恐れたんですけど、放射能はそうじゃなくて、とにかくくっついて動かないということです。ですから除染の仕方もそれなりの、別の方法が、対処の仕方があろうかと思います。それからあと鳥とか生き物はですね、これも前発表された石田先生のですけども、これウグイスですけど羽が随分汚れてました。でも次の年に取った羽ですね、これを尾っぽの羽なんですけども、それを取ってみますと、こう放射能がポツポツとあって、洗っても取れないんですね。ところがその次の年はきちっと生え変わって、もう綺麗な羽でした。だ、魚もですね、昔の文献は骨にあるということもあるんですけど、こう取った魚は、これは渡部先生ってがされたんですけども、中心になって筋肉に入ってるんですが、ことが多いということが分かりました。それから動物も、これは今日後で話される高橋先生、真鍋先生のグループがされたんですが、牛のミルクの中をですね、食べ物が汚れてるとすぐミルクはミルクの中に放射性セシウムは出てくるんですが、普通の食事に戻すとまたなくなると。で、どういうことが言えるかというと、生き物は代謝がありますので、代謝でもってですね、どっか蓄積、しやすいところが特にあるということではなくて、こうどんどん出ていくということが私たちが今まで分かってきたところでございます。で、その後もずっとですね、実は研究は進んでおりまして、これは水田の写真でございますけれども、ちょっと見にくいかと思いますが、例えば水田ではこう横軸がカリウムの、土の中のカリウムの濃度で、縦軸が放射性セシウムです。で、カリウムの濃度が高い土ほどですね、あまりセシウムは吸われてない。これ稲の中の玄米のセシウムですけども、でカリウム濃度が低いと、セシウムが多いと。それで畑にカリウムをたくさんまけば、結構その植物は吸わなくなるわけでございますけど、ここに外れ値があるんですね。でもこれはいくつか点々とありますけど、本当にまれなケースなんですけど、これはどういうことだろうってことも根本先生って、この先生がずっと研究を進められてます。夏の間だけ特別なところなんですけども、セシウムがどうも流れてくるらしい、溶けた状況であるらしいということが分かってきました。実はですね、これも
左側がですね、稲を水耕栽培、この、弥生のキャンパスの実験室で行った実験ですけれども、水耕栽培で稲を育てた場合と水耕液の中に土を入れてですね、で土の中に水がありますから、ここにセシウムがある場合、土がある場合とない場合で、どんなふうにこの稲はセシウムを吸うんだろうかって、これも前発表、小林さんって方が話されましたけど、水耕栽培で溶けてる場合ですね、セシウムがイオンとして水の中によく溶けてる場合は稲はよく吸うんですけども、土がある場合は吸わない、ほとんど吸えないということなども分かってまいりました。でこういうこともあって、現場でいろいろ調べないと、私どもは実験室の中でもちろんいろんなメカニズムとか知りたくて実験をするわけですけど、やっぱり現場が非常に大切だということを痛感しております。それから森林は本日ご発表ありませんけれども、先ほど申し上げました水文学をされている大手先生がですね、いろんなところに仕掛けをして水流を測ったり、それからキノコを測られている先生、それから先ほど申し上げましたウグイスを測ってる先生とか、いろんな方がおられてですね、で、プレリミナリー最初 の実験結果ではございますが、もう森はですね、先ほど申し上げましたように、その落ち葉が森は事故当時は針葉樹しか葉っぱがなかったわけですね。落葉樹はほとんど葉が落ちてましたけども、森に降り注いだ放射性セシウムもやっぱりほとんど動かないんですね。で落ち葉にくっついてたものはですね、落ち葉が分解されると、その下の土がですね、きちっと吸着してくれるということで、ほとんど動かずにですね、大体その数千分の1ぐらいの土の中の本当に細かい粘土質のところに多くセシウムがあるんですけど、それがこう土、水が流れるときに巻き上げられたりしまして流れてはきますが、量としては数千分の1ぐらい、ほとんどはこう山にこうトラップされたままで動かないというようなことも少しずつ分かってきております。それからあと、このあと本日話をされる高田先生、ここに映っておりますが、火事のこともですね、随分この高田先生の体力といいますか、情熱といいますか、ものすごい実験量をされまして、本日はその一部を発表されると思いますが、火事のことについてはかなり分かってきました。後でご発表があると思いますので詳しく申し上げません。それからあと野生動物もですね、例えばイノシシが捕獲されたととなりますと、私どもそのいろいろ測らせていただいてですね、で現地で安楽死をさせて、で真鍋先生とか牧場の先生方もいろいろ関わられることも多いんですけども、それで取ってきた肉とか内臓とかいろいろ調べさせていただいております。からあとそれだけでなくて、今年から学生に対しまして実習といいますか、講義の今までの放射線教育ではなくて、現場で得られた知見をもとにですね、やはり若い人をこう教育しなければいけないということで、若い人を随分いろんなところに連れて行きまして、座学もしておりますし、現場にこう連れていく実習もしております。教育も始めているところでございます。でこれは本日小川先生が後で話されるので、その時聞いていただければですが、先月末何人かでウクライナに参りました。で実際にチェルノブイリの原発の跡を見させていただきましたが、同じ30キロの縮尺を私どもどこでしているとか申し上げましたけど、福島に持ってくるとこれくらいの差があります。で最初は風が福島の場合は東に吹いたという方向に吹いたってこともありますが、汚染された面積は10分の1以下ということでもございます。それから先ほど申し上げましたその教育プログラムをですね、もちろん実験結果をもとにですね、新しいその教育プログラム、従来 その放射線とはとか医学的応用、工業的応用って、これも非常に大切なことですが、それに加えてですね、私どもは分かってきたことを一緒にして、資料も必要なんですけども、新たなその教育ということを始めております。でどういう人がいるかというので、実は平成24年まではですね、私とあと田野井と申します、今司会をして田野井先生と、それからあと計測を手伝ってくれた人、あとボランティアでしてくれた人は当時ですね点々になっておりますが、今もボランティアですが、でこういう方がおられましたけど、今年からですね、平成25年度から何人か
加わりまして、まだもう一人助教の方が増えたりですね、少し増えまして、まあ、10人体制ぐらいで始めたものですから、これからもっともっとですね、充実させて、実はこれは放射性同位元素施設だけですので、まあ、いろんな方のお世話をしたり、放射性物質を測ったり、それから実験も進めておりますが、この外側にさ、一番最初申し上げました 4,50 人の先生方、本当にいろんな方面の専門の先生方がおられますので、その先生方とともにこれからもたくさんその成果をですね、発表していきたいと思っておりますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。